夢ラジオ第1817回、今日は令和元年6月16日日曜日です。時刻は午後4時回りました。日曜日の4時半まだ行ってないか。まだ太陽が眩しく西から輝いてますね。まだ梅雨終わったわけじゃなさそうですが、なんか雨降った後に太陽がぐっと出たらもう街が夏めいてきました。ブルースカイ、キラキラ輝く太陽、東のランドマークタワーも今日はくっきり、ベイブリッジも見えますね。日曜の午後です。今日はお昼に元住吉でお仕事、急いで帰ってきて夢ラジオです。今回はニーチェのアフォリズム取り上げます。ニーチェのアフォリズム、アフォリズムというのは箴言と訳されたりし、短い言葉で、的を得たことを言う、そんな感じ。ニーチェの著作には散文も多いんですけど、こういう箴言の形取ってるものも多い。要するに脈絡はない、なんとなく並んでる短い文がね。でそれぞれの文にハッとさせられるものがある。たまに矛盾するものもある。このニーチェのアフォリズムの中でも、最も有名なものは、女性のところに行くときには鞭を忘れるな、女性のところ行くときには鞭を忘れるな。 Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. ドイツ語わかる人だったら確かにみたいな。このなんか女性にはしつけが必要だ、女性は鞭で矯正してやんなきゃいけないみたいなことも言うかと思うと、またニーチェは別な場所で女性のことを非常に、なんていうか、ディオニソスの女神のようにね、女性こそ我が創作の源なり、そんな言い方もしていますよ。つまり矛盾、それがアフォリズムの形をとって並んでいる。そしてそのアフォリズムが並ぶことによって、その間から染み出てくる何か、それこそニーチェの思想であり、ニーチェの哲学であり、ニーチェの生き様であり。ニーチェのアフォリズム、彼がこの箴言という形式を取ることによって、ヘーゲル的な体系または構築を拒否した。よくこう言われますよ、特にポストモダンの文脈でね。なぜニーチェがこの箴言という形式を取ったか、それは体系または構築、そして矛盾なき構築物、そういうものをニーチェが拒否し、矛盾するものでも並列しちゃおうぜと。そこから浮かび上がるものこそ人生だよね。
あるいはそこから浮かび上がるものこそ真理だよねと言わんばかりに、この真言、ポストモダン、特にデリダはヘーゲルの体系に果敢に挑戦し、脱構築唱えました。デ・コンストクション、デリダのこのデ・コンストクションっていうのはドイツ語のデストルクツィオン、これを受けているとよく言われますね。でこのデストルクツィオンというのはハイデガー用語、要するに壊すことっていう意味です。何を壊すのか、テーゼ、アンチテーゼ、デュンテーゼ、弁証法ですね。正、反、合、この正、反、合の精神の動き、運動によってより世界が理性的な場所になる、より世界は進歩していく、より啓蒙の光が世界の隅々まで照らされる。まあざっくり言えばこれがヘーゲル風の世界観でしょう。そこには矛盾もなく体系があって、そしてそれがどんどん下から上へと構築されていくわけですね。まあ、こういう体系、これのいくつか果てがファシズムだったわけですから、全体主義だったわけですから、ポストモダンが最も取り組んだ相手がヘーゲルであった。デリダはよくヘーゲルのことを堅牢固いって意味ですよね。こんな形容詞で表現していましたが、その堅牢さを打ち破ること、これがポストモダンには必要で、その時いかにもお手本にするべきがこの矛盾も抱え、次どっち向いていくかわからないニーチェの箴言。ですからポストモダンは、ヘーゲルに対抗したと申しましたが、裏返せばポストモダンはニーチェに寄り添いましたね。ポストモダンによってニーチェが再発見された。70年代80年代はそんな趣でしたよ。ただしまあそのニーチェも箴言をね、アフォリズムを書き続けた果てに発狂し、あれと、これですかと、最後はこれですかと。もちろん作品とね、作品とそれを書いた人とは、まあ、別個に考えなきゃいけないのはそうなんですけど、全く別物でもありませんよそりゃ。まあ、ですからポストモダンに言えることが、まあ、ここでも言えるわけですね。要するに権力に立ち向かう体系化を拒否するためにはポストモダンの言説は必要なれど、そしてそれはファシズムを招かないための装置なれど、それを元に社会システム構築できるんですか、もっと言えばそれで実生活応用できますか。ですからなんかポストモダンが軽く見え、そして暇な哲学者たちのなんかおしゃべりに聞こえ、そして聞いてるその時にはああ面白いな母と思っても、実生活では全く別なことを考え、全く別な行動をしてしまう。つまりポストモダンの言説と同時大臣の生き方が全く違ってた。まあ、だから廃れちゃったんですよね、ポストモダンは。力を持たなかったというか、ニーチェにしたところでなんとなく尻込みするのは彼の箴言に、あるいは彼の世界に。やっぱこの果て行くと発狂が待ってんじゃないか、狂気が待ってんじゃないかとね、ほの見えるから、どうでしょうか。
夢ラジオ1817回、今回はニーチェのアフォリズム取り上げました。もうすぐ北海道の女子がオンライン英語習いに来ますね。私も準備することにしましょう。